こんばんは、ショコです。今日はヒルビリーになっていきたいと思います。よろしくお願いします。ヌマップ。ペイルローズか。まあまだ、モゾチョよりはマシだね。索敵していきましょう。いた。ウィーン、ゴーわーい。せっかくね、これ頑張ってないけど、倒せたんだけど、まあストライクがあるので、もう一度追わないといけない。なんて悲しい。こっからね、なんか結構時間稼がれたりするんだけど、なんかもう一人いたな。お、どうした?え、なんだこいつ?なんだ?自殺希望か?いいよ。全然、殺してあげよう、じゃあ。多分、まあ観察&虐待で、心音が、わけわかんなかったんだろうな。よし。あそこに3人いるので、ぶっ放していきましょう。ウィーン。こんにちは。いるね、いっぱい。え?何それ。待って。なんで?なんか今、吸い取られた。判定が吸い取られた。何なんだろう。クリック離してないんだけどね、今の。よし、さあもうストライク入ってるから吊るしちゃいます。なんか足音した気がしないでもない。さあこれ救助しにくいんじゃないかな。直してるね。止めないとな、あれは。おお、もうちょっとだな。まあこのリハビリでね、リハビリトーキュラーでヒルビリを選んだわけなんですけども、今のところすごい順調ですね。まあこのマップもともと板がそんな多くないからね、チェーンソーが当てやすいわ。さあどうしようかな。あ、そして今回アドンはヒルビリの欲張りセットをつけてきてます。キャブレター調整ガイドとトンプソンの密造酒だったかな。ごめんなさい、なんか全然言えてねえな今。密造酒、チェーンソーで曲がりやすくなる上に、キャブレター調整ガイドでさまざまなチェーンソーのデメリットを軽減しているというわけですね。まあ、なので非常に扱いやすい、まあ、構成となっています。さあ追い詰めたぞ。完全にこっちのペースだな。破滅もまだ壊れてないし、これまたオールレインボー狙えるんじゃないか。まあ、ヒルビリーはちょっと事故が、追跡者のエンブレムにカウントされないんでね。なんかロッカー入ってた今。何やってる?遊んでます？遊んでるとこすいません。入ってんのかな?あ、いや、いた。あ、ねえ、助けて!閉じ込められた!あ、閉じ込められた。ねえ、閉じ込められたんだけど。何これ?え、どうしよう。閉じ込められちゃった。え?動けない。どうなってんのこれ。あ、バカ野郎、こんな野郎。ふざけんなよ。え?閉じ込められたよ。何今の。出れたからよかったけど、危な。このクロちゃん、狙ってやったな。まさか救助に行ってるのをチェーンソーでぶった切るぜ。なあ、ちょうど真ん中通っちゃった。やっちゃった。もったいね今の。まあ、じゃあフェンミをかけよう。メグちゃんもしかしたらヒオブストライクあるかもしれないからな。ちょっとそれが怖い。うん、ウィーン。これね、トンプソンズの密造酒つけると障害物にぶつかった時非常に長いスタンが入るんですよね。そしてクロちゃん自ら命を絶った。やっぱりあの人は死にたがりだったみたいですね。この板非常に弱いところなので、まあ食らっちゃったけど大丈夫でしょう。はい、
ここにも一人いたっぽい。まあ、後でいいかな。あれ？まだいる？ここの近くに破滅装置もあるんだけどね。全く気づく様子がない。だ。ちょ、まあ、勘で行ってみるか。お！よーし！ラッキー。これ、メグ何回目だ？もうちょっとで死ぬ？まあまあとりあえず吊るしてみましょう。こういうの覚えておかないとね、ダメなんだよね本当は。あ、死んだ。よし、あと2人、あと2人、発電機後破滅あり。さあどうする、この状況。頑張ってチェイス、時間を稼ぐしかないが。さあ、オッケー。諦めてたっぽいな、最後。こっちに向かって走ってきてた。はい、ということでね、ちょっと、まあ、短かったかもしれないけども、徒歩キラー、まあ、リハビリ編ということで、ヒルビリー、チェーンソー欲張りセットで、まあ、やってみたという動画でした。なんか、あの、途中でさ、大きい船のとこで閉じ込められそうになったけど、あれって、もっと、位置が良かったら、完全に出れなくなったのかな。ここ初めてやられたけど、こんなんあったんだ。あ、まあ確かに閉じ込められるっちゃ閉じ込められるのかな。どういう絵だったんだろう。いいな、俺サバイバー側でそういう視点見たいな。まああんまり良くないと思うんだけどね、こういうことするのって。多分だけどね。まあできちゃうもんはしょうがねえよな。はい、ということで、ちょっと短かったんですけども、あ、ランク3いる！早っ！今回の、デッドバイデイライトの動画は、これにて終わりたいと思います。それでは皆さん最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画で、お会いいたしましょう。それでは、さよなら！バイバーイ！